僕はさっき聞きました。山口が意識不明の話、2、3日でもう意識戻らんかったらやばいと。私まだ会ってないんですよ。集中治療室にいたんですよ。休みで多分ずっと飲んでたんですよ。だけどあいつもバカやれば病院勝手に抜け出したらしいぞ。いないか。山口ちゃんと熱中症マジでやばいな。家帰ってから死ぬんだよ。もうない、やめる。すげえ、とりあえず。お疲れ様です。お疲れ様です。我慢ね。はい。まあ、これ。はい。さっき言ったよ。僕はさっき聞きました。うん。あの、シンガーの、あの、アルチュール山口が、昨日、のろきで話、まあ、誰とも一回も喋ってないんだけど。はい。10年から朝電話あった、俺も7時ぐらいに。誰のこいつと思ったんだけど、はい、柳川社長って昨日から日曜日だよ、はい、休みだったのに、はい、あの意識不明になりました。奥さんが美容師なもんで夜8時とか帰ってくるって日曜日仕事 で、はい、で帰ってきたら寝とるんかなと思ったらぐーっと吐くしまったもんね。これやばいんちゃうって言って病院まで自分で運んだのかな、はい、よくわからんけど病院行ってなんかとにかく意識不明でもう脳が腫れとるって2、3日でもう意識戻らんかったらやばいと死ぬかもしれないと。はい、まあ、これ実は、はい、復活しました。あ、よかった。さっき、はい、さっき河合くんから連絡あって、はい、僕も今知らなかったんで10時20分で正直にもうその会議終わってすぐ、はい、まあ、奥さんが今日は一日電話出るんで、奥さんの電話を聞いてて、奥さん俺知り合いだもんね、もともと。よかった。山口よりも前から知り合いだよな。はい。いや、ほんまによかったっす、今。だけど、あいつもバカやれば、病院勝手に抜け出しとるらしいぞ。問題児っすよ。一日、お前、意識不明だったやつが、お前、病院抜け出してどうすんだって。あんまり今、怒鳴り散らしてないから。優しくやったってください。とりあえず。飲みとか壊れるかもしれない。マジっすか、よかった。もしもし。あ、もしもし。お、もしもし、久しぶり。お久しぶりです。どうも挨拶ねえな。私結婚しましたって。え、ちょっとまだ挨拶早いかなと思ってて。挨拶早いかなって結婚してるだろう。いや、とりあえず意識、あ、聞きましたか。ああ、川合君から連絡あって意識戻ったの？はい、戻りました。戻って。なんか病院も抜け出してもらったらしいじゃん、勝手に。抜け出してはないですけど、なんか帰るって暴れちゃってるみたいで。あ、病院におんの今。今迎えに来て、今着いたばっかで、今向かってるんですけど、ちょっと迷子になってます。あ、なんか俺も病院行くわ、ちょっと。あ、でもちょっとなんかいろいろ今手続きあって。うん、まあ外で待っとるわ。あ、わかりました。すいません。うん。こっちは連絡します。うん、まあとりあえず大丈夫なんだ。いや、動画回しちゃっとるもんで、あんまりやべえようだったら動画できんなと思って。モザイクかけるで出れるだ。私まだ会ってないんですよ、昨日のその状態から。なんか集中治療室にいたんですよ。うん、やっぱいいな。はい、今どうなってるか分かんない。なんで昨日何があったの？昨日私が帰ったらなんか倒れるように寝てて。うん、何時ぐらい帰ったの？8時か。あいつ昨日休みでしょ？昨日休みで多分ずっと飲んでたんですよ。家で？はい。うん。で多分なんか倒れたのかまた痙攣したのか分かんないんですけど。うん。なんかもう全然起きなくて、なんかちょっと様子がおかしくて。うん。で症状的に多分救急車だねってなって。救急車だねってなったの？また救急車。あの、看護師の友達に連絡したら、いや、救急車やんだ方がいいって言われて。あ、そういうこと。うん。意識ずっと戻らなくて、アンモニアの数値がもう異常に高すぎて、うん。一番最悪の状況はもう意識が戻らないこともありますって言われて。うん。まあ、でも多分明日には透析するんで大丈夫だと思いますけど、って言われて。透析って何？血を入れるのか。多分血を流したんだと思うんですけど。新しい血を。回すというか。ああ、一回抜いて綺麗にして戻してくる。ね、ね。多分そうだと思う。脳に障害とかはないの？ほんで。わかんないです。今からちょっと行ってみるんですけど。あ、そういう恐れはあんまり大丈夫かなとか、そんなも聞いてないんだ。でもまあ退院していいって言ってるんで、多分大丈夫なんだ。あ、退院していいの？あ、もうなんか暴れるんで、もう退院させるみたいです。まあ、とりあえず、そっち向かうわ、じゃあ。俺が降りて内緒にしといて、まずは。あ、わかりました。うん。あの、バチバチに行くで。はい、すいません。はい、よろしくお願いします。はい。いい奥さんだろ。やばいっす。あ、一個上の奥さん。はい。
でも意識戻って何よりです。回すまで僕知らなかったんで、ぶっちゃけ意識なくてもカメラ回すしかねえなと思ったもん俺は。まあいやまあだけどそれとこれとは別だもんな。なんかね、ダウンさんだから。あ、そうなんですね。だけど動画撮るから心配してないっていうわけでもないし、だって俺がだってなんかあったら絶対動画回してほしいもんな。でそれ伸びるなら。そうじゃん。そういうところは別じゃん。コメント欄あれそうだけど、まあ、何もかも出していくっていうスタイルでやってるね。動画にするか、ちょっと恥ずかしいことやってると思って、そしたら逆に事故ってお前意識ねえでって言って、社長怖いですって隠してほしくないから、はい、隠すことじゃなくない。わかりました、見に行きましょう、うん、今向かってます。はい、ちょうど今差し入れ買って、はい、左だ。左ですか。はい。お酒は絶対飲まないように OS1 を買いました。はい、お酒は飲んだろ。お酒の影響じゃないんですか。どうなんですか。酒でしょ。酒ですか。そんな酒ばっか飲んで、汗めっちゃ出るじゃん。はい。だからじゃない。だけどあいつだって前日にあるだろ。土曜日になんかゲボ吐いた。現場で、おぉ、なんか言ってる、痛いんだな、でもね、土曜日はお酒さ控えとったらしいのが偉いもんね。はい、いいっすね。で、日曜日、一日一人で暇だもんね。どうだろう、今言っとったでしょ。俺が、一日にボコボコに殴られた時も心は、はい、で今から言ったわ。あの時でもコメント欄で来てましたけど、唯一助けてくれたのが小島なんですよね。一緒に戦ってくれた。そうそうそう、戦ってはないよ。戦ってはないですか。そばにおったよ。唯一逃げずに社長の横におったのは小島なんですね。うん、うん、なのに、はあ、やつはそうっすね。あ、じゃあ、あの殴り合いしたのは戦ったのはあれよ、あの子純ちゃんの方だよ。純ちゃん、高橋純くんは、はい、戦っとったよな。戦ってくれたんですか。あ、小島は見てるだけなんですか。見てたね。あ、見とっただけ。まあそれだけでも怖いと思うぞ、あの30秒、40秒超えたら。お前、まあそりゃそうっすよね。後ろです。どうする、救急車、はい、パーキングまたやつが救急車で運ばれとったらとりあえず電話してみようか。はい、え、これだけな、お前上で人がいんね。出ないですね。待っておきますか。終わった。あいつ出てきたの。え、出てきたの、あいつ。どこに出ればいいですかね。あいつ、山口は。山口も出てきました。あ、かなりフロフロですけどね、なんか。そう。あ、じゃあちょっと探していくわ。山口、おるの、ここに。はい。あ、じゃあもうバレとんね、俺らがおるって。タクシーだけ今外出てきてます。あ、マジでとりあえず行くわ。社長、なんで裸やったんですか。あ、違う、裸やったんですか。いや、いきなり裸やったんで多分びっくりしてると思うんですよ。事情説明しないと誤解生んでしまうんですよ。体が日焼けしてない、ちょっと見せようか。はい、みんな痛いな、もう服着て擦るよりみたいな。はい、死ぬほど痛いですよ。お前となんかちょびちょび。そうっすね、だから5回産んでしまいそうです。かなり暗くなりました。はい、やばいな、動画回しとる状況じゃないんじゃん。まあ、おお、すごい、大丈夫、どんどん変わってました。これが山口です。お世話になってます、安井と申します。はい、いないん、ここなんですか。え、あのドア閉まってたやつは違うんですか。え、
はい、いなかった。私が外で電話してる間にトイレから入ってきてた。これトイレって入ってきてる。こっちですかね。右側ですかね。どこにこれしちゃったの。トイレって入ってきてる。これかい。そうなんじゃん。電話かけてみる。え、逃げたんじゃん。トイレ誰しも変えちゃった。あいつだってあり得るよ。お金も全部払ったの。マジで？元気かかった？多分集中治療室で透析もしてて、なんかいろいろ。それでも高額医療だと。なんていうんでしょう。なんかギリギリもうちょっと給料が安くなると使えない。そう。マジで？無駄な金。あの野郎って無茶なきゃないばっか。あの野郎って行きましょう。あ、どこいるのって。あ、多分出てくるっす、うん、はい、隠れておきます。気づいとる。気づいとる。おやましい。大丈夫。はい。あ、やばい。いや、大丈夫です。熊谷これ車じゃないですか。出てきた。マジで。あ、虫だろ。一緒だろ。両方、両方。あ、両方。そう。で、一応、一応仕事しなかったの。してないです。家で全然ない。もうぼーっとしてる。とりあえず、熊谷、すいません。全然記憶ないんか、お前。記憶は全くないですね。今日気づいたけど。今日気づいたけど。目もぼーっとする。ちょっとしてます。お前、電話形で聞いた？今ちゃんと。ちょ、2、3日、意識も悪かったら、このままなるかもしれない。現場でもね、ゲボずっと入ってたんだろ。ルール、覚えとる？いや、土曜日は入ってない。いや、なんか河合くんから、なんか朝聞いたら、河合くんがなんか、いや、土曜日もなんか下坊履いて、なんかフラフラしとったって言って、なんか誰か書いとったって言って。暑いもんね。はい。まあ、いや、一回動画撮るとこは。はい。これ真っ直ぐやろ、山口。はい。飯はなんか、あ、車乗れんならなんかコンビニかスーパー寄る？じゃん。いや、嬉しいです。家にあんの？どんどん食材あんの？家。家になかったらまた出るとき一人になっちゃうんで。はい。そんなにそんな駅のババみたいに飲んだんですか。バーベンババみたいな。一人で家で。はい。そんなにうまいか。それ。控えるよ。それさえしなければ大丈夫だね。なんか土曜日から偉かったでしょ。土曜日、木曜日ですかね。うん、木曜日に、あ、ゲボ入ったのか。にゲボ入ります。現場で、はい、熱中症で、はい、ウェーってなっとって、ちょっと離れたこの公園で、うん、もう暑かったで、一気に暑かったでな、今週。はい、熱中症だったら本当やばいぞ、死んでな、人間。熱中症って、後からでもなんか熱中症でその場は良かったっつって帰って死んだ人っていっぱいおるじゃん。そうだよ、熱中症って本当にやばいからね。想像を超えるぐらいやばいよ、死ぬでね。後に引くみたいですよ。そうそうそう、はい、本当に気をつけた方がいいよ、ちゃんこういうやつ。もう何も考えないよ、バカだから。うち、ん、OS1 買ってきたで、OS1 で酒割れよ。 OS1 で酒である。そんな飲みたいな。OS1 の方が一緒。あ、買ったんですよ、そういえば。本当？いや、俺も一箱買ってきたで。毎日飲んだ方がいいよ、お前。特に酒飲んだら脱水症状みたいになるんだろう。めちゃくちゃ汗かくだろ、お前、酒飲んだやつって。そうですね。だろう。1時間ぐらいで、本当もう、プール入ったぐらいになったんですね。そう。お前の動画出てるとき、毎回酒の話だもんな。こっちも取り組むんだけど。頑張ったら、誰も出そう、お前。ちゃんと脳に障害起こすぞ、お前、ほんと。脳みそ入ったりしてた。本当に起こすで、死ぬギリギリのことやと思う。
本当に笑い話じゃねえぞお前。動画回してるから笑い話って全てじゃねえよ。じゃあお前寝とんかなちょっと気づかずポワーって撮ったら死んどるだろ。死んどるやつ。ほんと迷ったんですけど次見た目普通に寝てるんで。うん。ナイス判断ですね。よう気づいたね。ちょっと喋っとくわ、山口と。わかりました。立ち合い安いで、ちょうどいいでしょ。毎日が激安。寒いか、山口。大丈夫です。いや、ちょっとエアコン強めたけど、あんまり逆にエアコンよくねえわ。もしあれだったら風そこ止めれるで。止めるよ、寒気に感じるか。日曜日休んだだけです。ちょっと前寝てないですよ私。あれ先週か先々週か電話しゃべった。あれちょっともう無理したらあかんぞ夏は。もう足場にも行ってあるけど、まあんまその組んだら組んだらって倒れてもらうね。ちゃんと熱中症マジでやばいな。家帰ってから死ぬんだよ。水筒に入れて OS1 も飲んだ方がいいぞ。もう現場で絶えず。もう酒の量が減らせんならもうそ自分で考えるな、おそれ。はい。で、OS1 もずっと水の代わりにも絶えず OS1 なの。はい。めちゃくちゃ高いけどな。一本200円ぐらいするけど。で、水分取ると結局何ミネラルとかああいうのって汗で全部流れるじゃん。はい。塩とかミネラルが。で、塩舐めるじゃん。だけど、結局水しか補給してないもんで、塩とか全部抜けちゃうんだ。でダメなんだろ。でお前酒飲むもんで汗ガンガン出るだろ。はい。で酒飲んで水分だけは入れて、だって酒飲んで脱水症状になるってよく言うじゃん。はい。だその状態なのかお前。水分が飲んだけど脱水症状になっとんだろうな。それでそのなんかアンモニアとかいうのが上がって数値が上がったんじゃない。なんで上がったか知らんけど、アンモニア熱中症関係性。ああこれ書いてあるじゃん。全身の痙攣意識障害をきたします。昏睡だ。心臓では血圧が下がったりショック状態になりますとか言われたじゃん。アンモニア、うん、また有害なアンモニアの上昇をきたし意識障害を増悪させます。肝臓にもショックによる直接障害のほか全身のなんとか菌が融解し筋肉中からミオグロビンというなんとかが血中に漏れ出し、だってお前もうあれだもんな、熱中症で体追い込んでる、さらに先で追い込んでるんだから。お前体優しくしろよ。体優しく。本当にやばいぞ。前回量を減らして禁断症状が起こったって言ってたんですかね。発泡酒。いや飲みやすいやつ飲んでだろ。そうです。レモンチューハイとか飲むんだろ。はい、でも焼酎とかのあのちゃんとした蒸留酒っていうかちゃんと作ったやつってあんまり頭痛くならんやん、はい、炭酸割りにして結局炭酸割りを何で割った方がいいって進まんじゃん。だってもうそれに変えていくしかないって癖だよ。まあハイボール最初わー飲めんなビールだなと思ったけど、もう今もうハイボールしか飲まん。炭酸割りでいいやん別に焼酎の。はい、聞いてないでしょ。聞いてるっす。いや、ね、炭酸あったら入ってかんじゃん。家計にも優しいしさ、やっぱ炭酸のペットボトルあるじゃん。1リットルとか、まあ、1リットルとか置いてけんだって家にあれ。で、1本開けたらもうその場で使っちゃうと、気抜けちまうもんね。いやいや、もう止まらんの。あーって寝るやん、飲んだ。寝ないの。寝ます。あ？寝ます。寝ちゃうだろう。はい。休みの日に朝が先とか飲むと。で、また起きて飲むか。はい。それが繰り返しで。そうです。OS1 買っていいだろ、あれ飲みながら飲むよ。 OS1 で割れへんやんけ。少々まずくて逃げやんけ。死ぬのが一番怖いんだよお前。死んだら終わりだよな。シャレにならんすよほんまに。じゃあお前はいいやな死ぬやつは。まあいいお前らしょ結婚したばっかりお前。あ大丈夫ですかね。すいません、放射球が削れ外れだね。不法師の精神。そんなもんないですよ。そう。いやこんなやつ一生折れるね。本当ですよね。
山口にそんなやつじゃないから、よく俺が出ると思うこいつに感謝なんか持てるのが一緒にもねえでしょこいつが感謝なんか死んでしょ。だから ご奉仕でしょ。何も見返りを求める愛じゃないと、それが愛だね。見返りを求めるいや、見返りとかそういうレベルじゃないですもん。生きるか死ぬかだよね。愛求めてる暇ないですよ。愛求めてる暇ないとか言って嘘まあどうやし、まあ、よかった。はい、ほんまに意識が戻ってよかったです。ほんまによかったっす。戻らんほうがよかったけどね。もうちょっと寝ててもよかった。ほんとわけだね。ちょっとほんとだって、こんなんで戻ってきて、まあ、大丈夫だ大丈夫だ、ね、下手したらお前ターゲだもんとか飲み出してよ。やだけど、あれ山口その熱中症の感じもあるで、はい、絶対塩分取って、それ気をつけて、そういう食べ物ばっか食わした方がいいと思うよ。食べないんですよね、もうとにかくなんか飲んで寝ちゃう。平日も、はい、それが一番痛いのね。つまみ作ったと思う。作るんですけど、それも食べるの、なんかほんと一口二口みたいな。山口はい、まあ生きとるか。はい。でもそれは言われてました、病院に。なんて食べなさいって。ちゃんと食事をとってください。ね、つまみとかそういうの食べる。ちょっとまあ休みとって。そうですね。まずは万全な状態に。お前休んどる間お前仕事みたいなもんなんだよ。お前酒飲むなよお前。はい。もうライン交換したから俺すぐ連絡しよう。俺の夜でもカメラ回してすぐ行くから。どこにいたら何本でも撮りに行ったら俺夜中だろうか1時だろうか2時だろうか。分かったからね、うち。はい。俺チンコ入れてよこっそりね。まあ、お金がきついんか、これずっと休むとね。きつい、そんなすごいきついわけじゃないですけど、どんだけ休むんやん。結構きついね。働けへんじて。めっちゃ休んでますよ本当に。いや知っとるよ、うん、もうあの来月から月給になるから。いやこっちのこと言うよ、俺とパーションだよ。山口だけ耐えてたはい。反省だよ、中のリピート再生させる。全部教育者。動画で教育者の名称。はい。はい。虹を送ってきました。ありがとうございます。ほんま飲みすぎないでくださいね。とりあえず治るまでは飲まないでください。山口。治る？ない？やめる？次。とりあえず仕事出るまでは。やめはしない。何、どういうふうにする。条件決めろお前。仕事だって休んどるってことは体力回復させるために家におだろう。はい。なの何酒飲むつもりなの。酒は何だ、依存するものが楽しみなのかどっちなんだお前の中で。友達です。たかが友達だろ、友達みたいに捨てろ。自分のためだったら友達みたいに捨てろ。あ、どうなんですか、治るまではもう禁酒でもいいんじゃないの。現場出るまでは2、3日ほどだろう。はい、いやそしたら多いと思うよ。何本あ、中途半端に1本じゃやめにくな。飲むとなんかスイッチ入るやん、人間って。なんか先月辞めた時に、うん、痙攣起こしたんですよ。思ってたね。急に辞めるって多分危ない。危ないぞ。徐々にタバコみたいに減らしていくみたいな感じですか。その方がいいっていうようなことは言ってます。会社が、はい、はあ、まだ1日何本って決めてるのか、はい、でも仲いいっすね。あ、いや優しいわ、はあ、いやいい奥さん捕まえたよ本当。はい、なあ、はい、捨てられるだろ、捨てられるってことじゃない、刺されるって。っていうかもう救急車呼んでもらえなくなるぞお前。もう困るよね、家も買ったばっかでね。いきなり結婚して幸せにちょっとなれるかなと思ったら逆に苦労増えて。お金とか全部私かなとか昨日考えてました。家で払うの私になるのかな。これで死んだなって。いや、しずっと働けんくなったり。ああ、そういうことね。もうね、本当にそれがあるでね、うん、病院行くのが遅かったら、ね、障害になるでね、うん、山口はい聞いてんの、
東の本人が一番感じてねえでこれ長見とはこっちこっちはもうびっくりだぞ、朝から電話喋った。もう次だったらもう本当に入院だぞ。はい、あのそうもう施設入れるぞ俺、あの牢屋の、それ動画になるわ、面白いわ三部作ぐらいで伸びるわ。強制施設、アルコール依存症強制施設放り込みましたって言ってね、牢屋のね、そっちもいいよね。はい、はい、本日の動画は以上であります。はい、まあ無事、まあ、人間の状態が出てこれたらいいけど、そうせ、まあ、これでね苦労してる人もいっぱいおると思うので笑い話にしなあかんけど、皆さん熱中症だけは本当に気をつけてください。本当に気をつけてください。熱中症関係ある、あのさっきあれ調べました、撮りました、撮りました。はい、以上です。せーの、また見てねお前こんなマジで山口山口